セルラースタジアムから歩いて5分ほど離れたブルペンエリアになりますが、非常に活気のあるブルペンになっていまして、現在こちら見ていただくとブルペンに5人の投手投げています。で、今日はですね、8人の投手が投げるということで、ロペス投手、グリフィン投手、船場様投手、この3投手はもう投げ終えているという状態になっていますので、1人でもこのマウンド入ってくると非常に活気があるので、この5人の投手が投げて、そしてまたナイスボールと受けているキャッチャーたちの声、ここがですね、このブルペン内に響き渡っているという状態です。昨日もブルペンに入ったピッチャーもいましたが、今日は8人と比較的多くのピッチャーがブルペンに入るということになりました。そうですね、なので明日が休養日ということもありますので、選手の体調というのもあると思いますが、個々の調整というのがありまして、で今白木投手投げているんですが、白木投手の後ろのところにも原監督がいて、今また原監督移動してきましたね。今ロペス投手と原監督は話しているんですけれども、先ほどロペス投手が投げているところ、後ろでじっと原監督見ていましたので、原監督今ロペス投手に振りかぶる姿だったり、そういったところをお伝えしていますので、ぜひ、ね、こちら見ていただければ、映像として今この投球フォームで、ロペス投手と話をしている、この前実戦もありましたので、そこからの調整というのもあると思いますが、先ほど投げ終えて今原監督と話をしている、で、村田コーチも今グーというふうに、親指を立てましたので、本当にこの選手たちが実戦も増えてきて、するべきことをしっかりと分かっているからこその、一つ一つキャッチャーに声をかけて、投球をしています。で今、095こちらですけれども、堀岡投手、受けていたのが岸田選手が受けていて、投げ終えて今何かお話をしてますね。でその手前になりますが、今村投手が投げていて、それを受けているのもこちら山瀬選手受けていますので、こういった一軍のキャッチャー陣もブルペンに来て、投手の球を受けているという状態です。原監督もキャッチャーの山瀬に関してももう成長著しいという話をしていました。ここは左の、リリーフ陣になるでしょうか、今村そして大江という手前の2人です。阿出川さん、大江も、実戦含めて非常にいいアピールになってますもんね。そうですね、昨日フラッシュでインタビューをお話しいただきましたけれども、本当に状態の良さ、自分がするべきところ、左バッターに対してどういう投球をしていくかというので、今もですね、左の打席にブルペンキャッチャーを立たせて、そして岸田選手が受けながら、またここでアウトコースしっかり投げていくと、そういう投球になっています。紅白戦から実戦は5試合連続で無失点です。去年はわずか3試合しか1軍のマウンドに上がることはできませんでしたが、2021年には47試合、2020年も43試合と、サイドスローに転向してリリーフで一つ結果を出しました。また新たに左のリリーフとして一軍の舞台に戻ってくるかという大江。さっきまでは堀岡と話をしていましたが、今度は岸田が受けるという状況になりました。原監督も見つめる緊張感もあるブルペンです。これで大江が投げ終えましたかね。山本さん、今ちょうど投げ終えました。はい、あとここからでも会話が聞こえるほどの距離ですので、今何かこう投げるポイントのリリースポイントの話を岸田選手としながら、球の軌道というのを今確認しています。これで大江投手が投げ終わりましたので、あとブルペン、今村投手も投げ終わりましたね。そうですね、奥には堀岡、戸田、そしてそうですね、その白木投手のところに原監督、村田コーチ、そして今日の解説の清水貴之さんが見つめる中の投球ということになりますので、
後ほどまたご解説をいただこうと思います、はい、今もう本当にいいよというふうに原監督も声を出して、村田コーチも拍手をしながらこの白木投手のピッチング見守っています。原監督も今年は新しいチームを作るという中でキャンプインしてきました。